今日も元気そうだね、ドクター。ドクター、ちょっとやぼ用で、休み取ってもいい？毎日のメンテはちゃんとやってるから、弓のことなら心配いらないよ。ま、そんなヒョロヒョロしたあんたに言われたくないけどね。ロドスには面白い人が多いね。旅仲間の一人や二人、見つけられるといいな。今のカジミエーシの騎士たちって言ったら、脳筋のバカか、自分の名声にしか興味のない道化しかいないね。ああ、くだらない。手持ちの仕事を片付けたら帰ろうかと思ったけど。うん。気が変わった。理由？やれやれ。そんなことをわざわざ聞いてくるなんて、乙女心がわからない人だね。プラチナという名前の由来？そうだな。カジミエーシュのナイトスレイヤーにはキラーランクってのがあって、私より上には最高位の黒金が3人、その下のラズライトが2人いてさ。でもプラチナランクは私が死ぬまで1人しかありえないから、いっそ名前にしちゃおうと思ってね。あそこにニアールさんが。あ、いやいや、彼女に手を出すつもりはないよ。それより向こうの方こそ、私を見るなりあのハンマーを振るってくるんじゃないかって心配なんだよね。カジミエーシュって本当につまんない。この分じゃロドスの生活から抜け出せなくなりそう。なんかムカつくけど。ロドスのみんなの絆について考えたことある？それは無防備な弱点になり得ることもあると覚えておくといいよ。絆のほころびをうがたれれば、全てが一瞬で崩れることだってあるんだ。退屈だな。なんか面白いことはないの？カジミエーシュ無中名のアサシン、契約により参上。コードネーム？じゃあプラチナにしよう。よろしくね。いいね。この弓もなんだか軽くなったみたいだ。ありがとうね。昇進？プラチナのキラーランクだけじゃ足りないって。へえ、面白いこと言うね、あんた。私の本当の姿が見たい？そんな度胸があるの？かわいいドクターさん。プラチナ、戦線に上がる。私に指揮を取れって？得意じゃないけど、いいよね。ちゃんと面白い戦いにしてくれるかな。どうせ弱いんだ。お前らみんなまとめてかかってこいよ。指示を。ターゲットは誰だ？抹殺する。迎撃開始。一つ足を止める。二つ装甲を砕く。三つお前を貫く。この一手でチェックメイトだ。よし、十分楽しませてもらったよ。チェックメイト。悪いけど私の勝ちだ。全員やれなかったか。残念だ。諦めるな。最後まで戦う者にこそ勝利は訪れる。意外といい感じだね。あ、一緒に出かけない？忙しいなら今度でもいいけど。アークナイツ、今日も元気そうだね、ドクター。